モーニングジャム。トリフォおもろい家族パート2。この時間は格安カーリースのサンネットワーク、福岡の美味しい魚を全国へ、あきら水産、あんずお肉の工場直売所の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語冬のおすすめセット6000円相当プレゼント。まあもともとね、牛乳が美味しいですから、はい、その牛乳で作る飲むヨーグルト、飲むヨーグルトあまおう、食べるヨーグルトプレーン、最高です。それにミルクジャムとあまおう、いちごソースをセットにしたものをプレゼント、はい、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、じゃあね、今日はそうだな、こちら女性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。まさよさんですね。中地あやなちゃん、こんにちは。こんにちは。こたつを出した時の5歳の息子の話。こたつ出したらダメやね、誰も動かんし、もう消す、パチ、はい消した。テレビも見てないなら消すからね、パチ、はい消した。なんでこんなに散らかるの、あんたたちよう散らかった中でゴロゴロできるもんやね。見てごらん、3人もいて動いているのは私だけじゃない。はぁ、なんで誰も手伝わんのやろか。手伝わんのなら2階に行きなさい、邪魔なだけやん。私がこたつでゴロゴロしていたら腰に手を当てて仁王立ちの5歳の息子に言われました。本人は真剣に叱ってるんだろうけど、笑いがこみ上げて自分の太ももをぎゅっとつねって我慢我慢。きっと私が日頃言ってる言葉なんだろうなと思うと、また笑いの波がやってくる。パチッと効果音付きなのがまたツボにはまる。私が笑うたびに息子の頭から湯気が出ている様子。最後は諦めたのか、もうげんこつたいと軽く小突いて去っていきました。息子は可愛い可愛い、私の小さなコピーロボットです。こたつ出したらダメやね、誰も動かんし、もう消す、はい消した。テレビも見てないなら消すからね、パチ、はい消した。なんでこんなに散らかるの、あんたたちよう散らかった中でゴロゴロできるもんやね。見てごらん、3人もいて動いてるのは私だけじゃない。はあ、なんで誰も手伝うのやろか。手伝うのなら2階に行きなさい、邪魔なだけや。5歳の息子、コピーロボットですよ。本当ですね。まあでもね、やっぱこうやって真似ることによってね、はい、脳の訓練してるんですね。はい、なのでね、面白いですけどね。そうですね。さあ、それからね、これもいきましょうか。ともこさんですね。中地あやなちゃん、こんにちは。こんにちは。先日1年生にもなっておっぱいを触ってくる息子さんの話を聞いて、うちの子供の話も聞いてほしいなと思ってメッセージしました。現在2歳の長男、断乳した今でもおっぱいが大好き。飲みこそしませんが、お風呂の時に私の反応をチラ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 見ながら、ニタ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 おっぱいを甘噛み。含んじゃってる。注意されてはキャッキャと喜ぶ。夜寝る時は心細いのか、襟ぐりから手を入れてまさぐってきて、さりげなく私が手を払うと、おっぱいおっぱいと泣きそうな声で懇願してくるんで、まあ寝る時ぐらいならと諦めて好きにさせておりました。先週インフルエンザの予防接種を打ちに近くの小児科に行きました。夕方だったのもあって、待合室には未就学児から中学生まで、親御さんたちも含めて結構な人数がいたんです。診察室から今まさに注射を打ってる子供の泣き声、うわーんというのが聞こえてくると、心細くなったんでしょう。長男が私の襟ぐりに手を入れてくるではありませんか。まさか人前でもしてくると思ってなかったので、お外ではダメだよと焦って、私長男の手を掴んで服から出しました。するといつもより激しい拒絶を受けたショックなのか、夜寝る時とは全く違う勢いで、おっぱいおっぱいおっぱい
イと大絶叫しだしたんです。それまで騒がしかった待合室が一気にシーンとして、そこにいた全員の目が注がれました。一瞬他人のふりをしたかったんですが、長男は再び私の襟ぐりに手を入れて、あーんこれこれこれよと大胆にまさぐりました。もう逃げられない、私は下を向いて勘弁してくださいとつぶやくのが精一杯。その後お母さん方に哀れみの目を向けられながら注射を受けて帰りました。何歳まで求められるんだろうと少し困っていましたが、先日のお子さんの話を聞いて、今の状況を楽しむぐらいの気構えが大切なんだなと教えられました。高校生になってまで母のを触る子供はさすがにいないだろうし、触ってきてくれるなんて今だけしっかり答えてあげたいと思います。そのうち羞恥心も出てきて、外ではちょっとと考えるようになりますよね。それまでもう少しの辛抱と耐えることにしますね。息子さんがね、はい、その2歳っていうところでね、はい、20歳だったらもっとおもろかったかな。30歳だったらホラーという。くだらない話ですけど。何を話したの、ね、本当に。俺54だぞ。さあそれからね、これも行きましょうか。女性の方、ゆうこさんですね。中地あやなちゃん、こんにちは。こんにちは。昨日小学2年生の娘が、来週から6年生が修学旅行で長崎に行くってよ、いいな、早く私も友達とお泊まりしたいというので、私が友達とお風呂も入って寝るのも一緒で楽しいよって言うと、え、お風呂もみんなで入ると、わあ、そしたら隠さないかんねと楽しそう。そして少し間を空けて、え、もしかしてメガネも外さないかんとというので、お風呂ではメガネも外すやろうと言うと、うわあ、裸よりメガネ外すのが恥ずかしいと娘が言うんです。娘は幼稚園の時に弱視と診断され、幼稚園の時からメガネをかけているんです。最初の頃は階段などの段差が苦手で、慣れていない階段は手をつなぐか手すりを頼りに登ってました。入学してしばらくは教室の移動に時間がかかって悩んだこともあります。からかわれてメガネを投げられたこともありますけど、昨日話をする娘は外すのが恥ずかしいと言いながら、なんか楽しそう。よくよく話を聞いてみると、学校の体育で着替えるときにメガネを外したとき、お友達が娘を見て、うわーめっちゃかわいい、メガネ外した顔めっちゃかわいいと言ってくれたそうなんです。それからメガネを外すのが照れくさくなったそうで、私幼稚園で弱視と診断されて、内心娘がメガネを気にして内気になってしまうんじゃないかと思っていた自分がいたんです。しかし娘はメガネを自分の体の一部として楽しく生活している、そんな娘を見て内気になるんじゃないかと少しでも思った自分を恥じました。そんな娘、今ではモーニングジャムのヘビーリスナーで、ラジオネームにメガネという単語を入れてメッセージしています。自分のメガネを気に入ってるんです。中地、トレードマークがメガネでありがとうございます。中地を見た娘が、中地のレンズって色がついとるねとメガネを観察していましたというね、メッセージいただきました。ねえ、まあねえ、本当になんていうか、やっぱね、子供がメガネをかけるっていうのはね、もう親御さんにとってはね、もう本当になんていうか、こうたまらないっていうところがねあったりはするでしょう、はい。まあちなみに、まあ、私はね、今では視力はね、0.2 とか3ぐらいですけれども、はい、うちの妹がね、あの視力がやっぱちっちゃい頃からちょっと悪かったんです。まあ近視だったっていうことなんでしょうけれどもね、はい、だから小学2年生ぐらいで眼鏡をかけたんですけれども、そのなんか僕もね、なんかそのことでね、もう妹がこう思わないかとか、うん、やっぱ思いましたね。だから妹が小学校2年生だから小学5年生ぐらいでしたけれども、はい、なんかこう妹が眼鏡をかけることがもうなんか
もう大丈夫なのかとか、やっぱそういうふうなことをね思いましたけれども、はい、まあ、娘ちゃんはね、私の眼鏡、はい、うっすら色がついてますやっぱりね普通じゃないんですよねちょっとどっかやっぱ悪いところがやっぱ残ってるっていう男なんですよ悪い男がやってるっていうことは皆さんちゃんと認識しておいてください